瀬戸康史の動画。おはようございます、瀬戸康史です。本日12月の22日、月曜日、昨日日曜日に僕はこの箱を開封して、それを撮影したのを開封動画として出したわけです。で、その翌日ですね、今日は、すごい朝日が差し込んでですね、今日はね、雲がないので日が明るくなったり暗くなったりすることはないです。ラッキー。昨日ね、開封して、すぐ公園撮りに行ってね、それを見ていただいたわけなんですけれども、この体勢で行ったんですよ。これね、レンズ、これシグマの 18mm35mmF1.8 のズームレンズ、世界初です。このね、すごくいいレンズで普段撮ってるんですけど、こいつね、オートフォーカス効かないのよ。効かないっていうかね、あの家で、試し撮りしてて分かったんですけど、オートフォーカスが動き出す時と動き出さない時があるんですよ。今のところはシグマはまあ使えないってことですね。てなわけで、楽しみにね、撮っといたんですよ。これまだ完成じゃないですからね。完成じゃないですから、全然ね、ついてないパーツいっぱいありますから。さあ参りましょう。実はですね、これバッテリーを充電するために、バッテリーチャージャーだけ昨日ちょっとチラッと、昨日の夜チラッと見ちゃいました。それがこれ、すごいのよ、すごいのよ、これ、これだよ、これ、この何なのこの分厚さは。すごい、こんなバッテリーチャージャー初めて見た。これはめるとこうくるわけよ。これバッテリーなんだけど、ここ何っていう、ここ何なのっていうぐらいでかい。で、これがコンセントがついて、これで挿すということです。素晴らしい大きさ。なんかでけえ、いいカメラ使ってんなっていう感じがしますね。ここに何か詰まってんだろうね。よいしょ。じゃあ次、こいつは、うわさらにでかいのきたー。アダプターですね。いい、キャノン、すごい、すごい、何これ、何これ、これ何なので、ここにこれがあって、こいつでカメラ自体を充電しながら撮影するっていう方法。一眼レフカメラにはね、 GH4 とか 70D とかではついてないんですよね。バッテリーが切れたら終わりじゃないですか。ただこういう充電しながら撮影できれば、例えば、30分でも1時間でもね、こう撮影時間が続く限り、撮影し続けられるわけです。で、僕もね、実は、キャノン用 GH4 用持ってます。このバッテリーのところからビヨーンって伸びて、あのコンセントにブスって挿してずっと撮影し続けられるやつ持ってるんですよ。で、これが最初からついてる。これはありがたい。いつありがたいかって言うとね、ゲーム実況とかするとき、まあこれでゲーム実況の顔を撮るかどうかわかんないけど、あのバッテリーとかだとね、途中でなくなったらもう終わっ、バツッと切れちゃうから、アダプター使ってね、こうコンセントに挿しとけば、例えば30分とか1時間の長丁場でもね、 GH4 だったら AVCHD で撮れば長々とずっと撮れますから、あの長時間撮影の時に便利なんです。これですよ、最後のパーツ。チャララチャララタラでいいえさー、てててて、これですよ、最後のパーツです。ここにマイク端子、 XLR 端子が2個マイクつけられます。2個ついてて、ハンドル自体がステレオマイクになってます。ボディ自体にも内蔵のモノラルがついてて、ハンドルにもステレオマイクがついてると。で、ここに外部マイクを2個させるっていうことで、素晴らしい。ここが、こうね、なんかいろいろ設定できるように2チャンネル分ね、なってます。で、ここに線が伸びてて、これをカメラに挿すと。あ、こうか、こうだ、こうだね。で、ここにね、マイクを、自分のね、いいマイクを挿せるわけです。いいね。で、ここにも三脚穴があるんだね。ここは多分あのワイヤレスマイクとか使うときになんかこう乗っけたりするんだろうね。取り付け部分はこんな感じになります。じゃあ取り付けようかな。取り付けてみる前に、他の付属品出しちゃいましょうか。ストラップ、ストラップですよ、ストラップ、ストラップ出たよね、ストラップですよ。はい、はい、キャノン、かっこいい。これ革結構いいぞ、これ。5D のね、ストラップ僕持ってますけど、ちょっと違う。やっぱボディ自体が重いから、これ肉厚なの。これいい肉だわ。あの、肩に負担がね、かからないように、中になんか入ってる。このジャリジャリした音聞こえる？マイクに近づけて。この音よ。うわ、かっこいい。キャノン、キャノン、キャノン。メイクディセンティアスでキャノン、イッツソニー。目の付けどころがシャープだね。イッツパナソニック。君の瞳にニコン。おい、ちょっと待ってくれよ。これストラップ、メイドインチャイナってもうバツンと書いちゃってる。これ
キャノンインク、メイドインチャイナって書いてある。いや、メイドインチャイナでもいいけどさ、こんななんかかっこいい感じで彫りを入れることはないんじゃないか、これ。ほら、メイドインチャイナーって、こんななんか、やったぜみたいな感じでこう、彫りを入れられてもさ、困るよ、こんな加工されても、これ。ジャパンいてよ、ジャパンって。なんか、これで台無しになってる感じがするよな。なんでここにかっこよく入れちゃったのよ、これ、チャイナって。いや、伏せていいじゃん、ここは。せっかく55万いいの買ってんだからさ。ジャパンってつけてほしかった。ジャパン、ギャレス、ジャスティス。はい、出ました。次のパーツ。でかいアイカップです。ドカーン。ね。このゴムでベロベロの、この感じ。なんかこの、これ別にね、そういう変なものじゃないですからね、これ。初代の EOS C100 っていうのは、こんなでかいアイカップついてなかったんですよ。これは C300、 これの上の上位機種の C300 と同じ大きさのアイカップらしいです。今の状態のアイカップこうなってます。このファインダーがね、また覗きやすいんだ。右目で覗くからこうだね。よくできてるわ、このゴムは。かっこいい、かっこよす。だからこれメガネでも覗ける。うわ、素晴らしい。この、ね、光を遮断してくれる感じ。ちょっと一回電源入れてみて。電源入れて、あ、バッテリー入ってなかった。オン、角度がガッていくから。これハンドルつけちゃうと角度が制限されるみたいで、ハンドルつけなければここまでいく。何度だっけな。下に出していきます。おお、うん、これはいいよね、うん、でこれがね、ハンドルがよくできててね、ここでね、拡大とかもできるのよ。この7って書いてあるのが拡大ボタンなんですよ。でその横にあるのがジョイスティック。ここにもジョイスティックついてるし、ここにもジョイスティックついてるから、こうやってファインダー覗きながら、こうやって拡大して、ピントをここでピント合わせしながら、追っかけたりとかね。すげえいいのよ。で、ここの人差し指押せば、録画ね。すげえ便利。だこうやってファインダー覗いたままね、撮っていけるのよ。よくできてるのよ、ほんとに。だからマニュアルレンズでも追っかけていける。素晴らしい。以上かな？あ、まだあるわ。これはあれだね。じゃじゃん。これ何かというとですね、このハンドル。実は外れるんですよ。ちょっと外してみよう。ここのぐるぐるをね、回すとこうなるんですよ。コードが出てくるの。コードが、これを抜く。ほら、こんななってんので、ここを塞ぐためにこいつを、これサムレストっていう、親指を置いておくからサムレスト。あれ、こんな変なになっちゃった。ほら、写真ではこうなってんすよ。サムレストがこう前に出っ張りが来る感じになってるんだけど、こうなっちゃう。まあいいや、サムレストは諦めた。で、このグリップはですね、15度刻みで自分の好きな角度でつけられるらしいです。はい、つきました。いいね、やっぱこれやった方がいい。まだあるぞ、まだあるぞ。これ何？あー、こんなものが入ってました。これはですね、ネジに4つ囲まれてる、ここのエリアあるじゃないですか。これのネジを4本引っこ抜いて、このプレートごと変えることができるっていうことみたいです。おかしいなと思ってたのよ。ここにちっちゃいネジが来てるから、あれなんだろうと思ってたら、でかいのはなくなって、ちっちゃい普通の三脚用のネジに取り替えることができるということみたいですね。瀬戸工事の動画以上。これで全て付属品出しました。55万円の全貌がこれで明らかになったわけであります。それではこのハンドルつけて、そしてその上にマイク。実はですね、私XA20 っていうですね、ビデオカメラにずっとつけていたこの、これね、見る人が見ればえぇってなっちゃうかもしれないんだけど、416というゼンハイザーのすごくいいマイク実は持ってます。このゼンハイザーの416を、ここにつけて完成させて終わることにします。これね、一眼で使えないからさ、頑張れば使えるんだけど持て余してたわけよ。これがついにね、活躍する時が来るわけです。まずはじゃあちょっとこれカメラアップで見ていただきましょう。はい、それではハンドルユニットをつけていきましょう。つけるところはですね、ここです。ここに